ジャズオーケストラの皆さん、お願いいたします。Thank you.
スタンスという曲を発表したいと思いますけれども、これは、うちの歌姫のシェラーしたりと、それから、サックスで一人ね、今消えましたけど、村上めぐみのデュエットで、お送りしたいと思います。サギちゃん、めぐちゃん、どうぞ。どうですか、緊張感は。楽しみですね。楽しみ、はい、はい、この辺から一生懸命練習したのね。はい、聴いていただければと思います。よろしくお願いします。
ません、各種用意しました。さて、続いての曲いきたいと思います。続いては、今回の、ホットウェーブのテーマが、ラテンの曲を1曲入れるということで、ありましたので、次の黒いオルフェ、ブラックオルフェというんですけど、ブラジルのミュージカルの曲から、ブラックオルフェをお送りしたいと思います。これ大丈夫かね、もしかしたらいいですか。じゃあ行きましょう。
ピアノソロ、吉岡優。バカちゃん、岡崎健太郎。時々名前がね、岡崎が思いつかんで、健太郎も入れるんだけど、ごめんね、年取ったから。最後の1曲になりました。次の曲は、T スクエアの宝島をお送りします。先に、ソロを紹介していきます。アルサックス、丸山和俊。ピアノソロ、吉岡優子。順番逆だった。あ、そうか、吉岡さんの先です。
ようなコーラスです。